したように、どうしてもこのホイールがですね、まあ、許せんと、この汚さがということで間違ってると思いますよ、間違ってると思うんですけど、あのハイの時にやったですね、このサビの上からそのまま乗れるっていう、ホワイト青買ってきたんで、ちょっとあのぬりぬりしたいと思います。まあ最悪ですよ、まああのホイールはね、全塗装とか、まあそういうあったりすると思うんですけど、とりあえずはですね、これどこまでこの薄汚れた汚いのが綺麗なのか、480円なんで、480円でどこまで綺麗なのかやってみたいと思います。カッサンチャンネル、ほんまにもうこういう、もうちょっとね、許せない。これでも磨いたんですけどね、これでも磨いてももうこうちょっと地肌が出てる部分とかあったりするんですよ、これね、これを許せないと。で、あのもうタイヤ発注したんで、どうせタイヤは新しくなります、これ。なのでちょっとこうはみ出してでもですね、綺麗に塗り塗りしてですね、はい、ちょっとあの若返りを図りたいなと思ってます。え、カッサン塗り塗りってどういうことって思うでしょ、美術か美術の時間かみたいな感じでですね、もう起きて破りのもうこの何ピュッ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 ってですね塗ってですね、この汚いホイールを綺麗にしてみようじゃないか。え、邪道だって分かってる、お金ないの、お金ないけどすぐ綺麗にしたいの、やってみるく。まずパークリでですね、あのもう綺麗にし、うーパークリで綺麗にしたのに、もうこのツーストのオイルがですね、もうすでに充満して、ちょっと汚いんで綺麗にします。まず綺麗にします、はいはいはい、やってもうた。やってもうた、最悪やもう。はい、完成しました。ホイール真っ白、真っ白になりました、真っ白になりました。あんなに汚かったホイールが真っ白に。そして、例えばですね、こういうところ、こういうと汚いですね。で見てください、ほらこれ塗ってるんです、ほらここ塗った、塗ってないところね、見てください、ホイールが生まれ変わりました。500円で生まれ変わりました。めっちゃ綺麗です。500円にしては上出来やと思います。はい、ということでどうだったでしょうか。今回ですね、使ったのはこれです。アサヒペン、サビの上からそのまま塗れる、アサヒペンのやつです。はい、まあ僕これハイの時にもやったんですけど、で、まあ、使い勝手いいです。で、まあゆくゆくね、ゆくゆくやけど、まあ手軽に、とりあえずもうすごかったんで、あの一番最初のあの画像分かりにくかった、本当にもう真っ暗やったんで、それがもうね、一切その見えないとこまで行ってますんで、500円でと考えたらね、ありやと。ちょっと青は使わなかったんですけど、まあ塗ってる時は結構ムラがあって、ん？大丈夫かなこれって思うんですけど、これね、明日になったりちょっと乾いてくると案外つるっとしてね、割とこの値段ではまあまあまあっていう、ホイールも外さなくていいですからね、もし気になる方やってみてください。全然保証はしません。カツさんチャンネル、それでは。